はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆゼこです。それでは今回なんですけども、PayPay のお得な使い方、ソフトバンク、ワイモバイル、まとめて支払いで20ドリア、PayPay ボーナス運用などということで、今回のテーマは、PayPay のお得な使い方ということですね。この動画では普段からですね、PayPay を利用されている方向けに、ま、少しでもお得に PayPay ボーナスを貯める方法をお伝えします。ま、すでにですね、僕のチャンネルを見てくださっている方なら、お伝えする方法は、ま、ご存知の方も多いとは思うんですけども、おさらい程度にですね、ぜひ楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。 ということで、今回こちらですね、PayPay ペイペイ活用術3つということで、今回主に3つに分けてお伝えをしていきます。 で、まずその一つ目なんですけども、ソフトバンクマイモバイルまとめて支払いということですね。まあ、これちょくちょくですね、まあ、コメントでもいただいてまして、少し前にも動画アップさせていただきました、ビザラインペイクレジットカードの時にもですね、まあ、少しそれに関するコメントもいただいてたので、まあ、改めてお伝えをしようと思います。で、このソフトバンクマイモバイルまとめて支払いなんですけども、実際にどんなものかということなんですが、もうそのままですね、月々の料金とまとめてお支払い可能な決済サービスということになっております。なのでもちろんですね、まあ、 その名の通り、ソフトバンクのユーザーもしくは Y モバイルを利用されているユーザー以外は使えませんので、ここはお気をつけください。あくまでもこのソフトバンクもしくは Y モバイルを普段から利用されている方限定となっておりますので、ここは間違いないようにお願いします。で、一応ですね、これがどんなものかということなんですけども、ソフトバンクのページからそのまま引っ張ってきました。 ま、出てる通りなんですが、スマホなどのご利用料金、プラススマホなどで購入した商品代金、それでまとめて支払い、OK というようなサービスですね。で、これはちなみにワイ o i イルのページとなっております。もうほとんど同じです。でですね、まあ、実際にその PayPay で利用される際の流れなんですけども、 まずここがポイントですね。ソフトバンク、ワイモバイルまとめて支払いをする際に、決済方法にクレジットカードをまず設定します。ここが重要となってくるんですけども、まあ、携帯料金の引き落としに関しては銀行口座から引き落としとか、もともと僕自身はしてたんですけども、まあ、大体の携帯会社の支払い方法はクレジットカードでも設定ができるので、まずはとりあえずソフトバンク、ワイモバイルの携帯料金の支払いをクレジットカードに設定をするということですね。 で、次にペ、PayPay イペイでチャージをするときに、そのまとめて支払いを使ってチャージをします。これは後ほど実践します。これで PayPay ペイペイで決済するということですね。で、実際にこの方法で PayPay ペイペイで決済した場合なんですけども、丸一番のクレジットカード1%。まあ、これは大体クレジットカード1%還元が多いので、とりあえず1%としてます。で、それに加えてペ、PayPay イペイ決済で0.5%還元ということですね。それで実質1.5%還元となります。で、その0.5%還元の理由としたらですね、 普通に PayPay ペペ残高で決済をするということになるので PayPay ペペステップの対象となります。なのでですね、条件をクリアすることによって0.5%から最大で1.5%まで還元率をアップすることも可能となっております。で、実際にどんな画面でチャージをするのかというところなんですけども、ここのチャージというところをタップします。で、チャージをする画面に切り替わりましたら、 大体銀行口座を設定している場合は、ここで銀行口座からチャージをしたりとか、もしくは下のいろんな方法でもできるんですけども、ここで先ほどもお伝えしたようにソフトバンクもしくは Y モバイルのユーザーの方であれば、下のですね、ソフトバンク Y モバイルまとめて支払いをタップします。そうするとですね、チャージ方法がソフトバンク Y モバイルまとめて支払いに切り替わりまして、 あとは金額を入力してチャージをするという流れになります。めちゃくちゃ簡単ですね。まあ僕の場合なんですが、今現在 Y モバイルを使ってるんですが、それの前まではずっとソフトバンクを利用してまして、その時はソフトバンクまとめて支払いで、なおかつその支払い方法にビザラインペイクレジットカードをセットしてました。なので3%還元を受けることができます。で、その証拠として、こちら今出てるのは LINE ポイントの履歴ということで、ここで,ですね、見ていただいたらわかるように、LINE ペ,ペイペイチャージソフトバンク Y モ、 で、ポイントが60と書いております。これがですね、まあ、6月の20日に付与されてるんですけども、ソフトバンクの時にまとめて支払いを使ってチャージをすると。まあ、2000円分をペイペイにチャージをして、その3%の60ポイントがもらえるということになります。なので、ま、あとりあえず、先ほどもお伝えしたように、ソフトバンクや Wi-Fi を利用されてる方は、そこで支払い方法にクレジットカードをセットして、そこからまとめて支払いでチャージをすると。 そうすることによって、クリストカードの還元も受けることもできますし、PayPay ペイペイの還元も受けることができるという流れになっております。結構やり方としたらシンプルで簡単ですね。以上がまとめて支払いについてでした。それでは次ですね。じゃんということで、ヤフーショッピング利用時は5のつく日に PayPay ペイペイ決済ということで、まあ、普段からですね、まあ、ヤフーショッピング利用されている方であればご存知の方多いと思うんですけども、5のつく日っていうのがですね、まあ結構お得なんですよね。 まあ、この付く日っていうのはもうその名の通りなんですけども、毎月5日、15日、25日のことを指します。で、その時に決済したら、まあ、ペペ残高で支払った場合は、商品の単価の1%の T ポイントがもらえまして、で、それに加えてですね、ペペ残高ご利用額の4%がもらえるようになります。もちろんヤフーカードでもいいんですけども、ペペ残高で決済すれば4%分はもらうことができます。で、トータルで実質5%が付与されるということですね。 で、このヤフーショッピング利用時は、ポイントサイトの経由が必須ということで、まあ必須というよりかはもう僕はとりあえずポイントサイト経由をする方がお得なので、これは結構おすすめかなと思います。で、ちなみにですね、僕はモッピーというポイントサイトを利用してます。で、このポイントサイト経由ってどんな風にするのかというところなんですけども、まあ実際にこの僕がモッピー、ポイントサイトのモッピーの画面なんですが、まず右上のですね、モッピーを開いたら右上の虫眼鏡のマークがあるので、ここをタップします。 そうすると、これ検索するバーが上に出てきまして、で、この検索するバーをタップしたら、ま、簡単にですね、Yahoo ショッピングとか、ま、なんでも Yahoo とかでもいいので、そしたら検索候補が出てくるので、ここで Yahoo ショッピングを出してみてください。すると、ご覧のようにヤフーショッピングの検索結果が出てきます。で、早速ここをタップしたら、ご覧のようなページが出てきまして、で、ここを見ていただいたらわかるように、ヤフーショッピング、モッピーを消して Yahoo ショッピングに入ったら1、1%分のモッピーのポイントがもらうことができます。 で、早速ですね、ポイントもらうためにこのポイントゲットというところですね、タップしたら、そのまま Yahoo ショッピングに入るという流れになります。これがポイントサイト経由という理由ですね。やり方としたらめちゃくちゃ簡単です。 ま、あざっとですね、ま、還元率を出すと、モッピー経由で1%分のモッピーポイントがもらえて、で、ーショッピングであれば5%以上。ま、あその、購入する商品とか、ボーナスとかもあったりするので、以上5%からというものになります。あとは、ペイペイ決済であれば0.5%からということですね。で、それに加えて、今回今お伝えしたソフトバンクイファイのまとめて支払いでチャージをすれば、さらに還元率がアップするということですね。なので、ま、あ徹底的にポイントを狙っている方はですね、こういった方法をぜひトライしてみてください。 以上が5のつく日についてでした。で、最後3番目ですね。余った PayPay ペペボーナスは PayPay ペイペイボーナス運用へということですね。まあ、このサービス自体はですね、まあ、少し前ぐらいから始まりまして、ワンタップバイという会社と連携して PayPay ペイペイのボーナスを運用できるというようなサービスとなっております。 で、これ、公式ページからそのまま引っ張ってきたんですけども、ボーナス運用のメリットということで、今すぐ始めれるということで、特にですね、本当に特別な登録っていうのは本当になくて、もう、ペイペイのボーナスの運用の画面があるので、そこからとりあえずコースを選んだら、もうすぐにスタートできるということになります。次に、1円からできるということで、持ってるペイペイボーナスから好きな金額を運用できますということですね。で、僕の場合は、もう、ボーナスが付与されたら、そのままボーナス運用に直接、もう入るように設定しているので、 もう勝手に運用が始まってます。で、あとはいつでも出し入れ自由ということで、これいいですよね。今書いてる通り、運用中残高から引き出し、カッ交換で、ペーペーボーナス残高にチャージ交換できます。なのでまあ好きなタイミングで出し入れすることができるということですね。で、あとですね、ここ気をつけてほしいんですけども、ボーナス運用サービスはワンタップ。 という場合の提供画面となります。将来、運用の成果を示唆保証するものではありません。ということになりますので、まあ、あくまでもですね。これはもうほとんど投資にちょっと近いようなものになってますので、やる際は自己責任でお願いします。ちなみにですね。まあ、僕の場合なんですけども。 ここにですね、ボーナス運用というのがあるので、ここをタップしたらですね、ご覧のようなボーナス運用の画面が出てきます。最初始めたのがここですね。2020年の5月の14日からスタートして、273ペイペイボーナスがですね、元々入ってまして、で、追加した残高総額ということで、まあ、先ほどもちょっとお伝えしたように、とりあえずなんかキャンペーンとかで付与されたボーナスが、もうこのまま直接入っているので、これが1908円分ということですね。 で、そこからどれだけ増えたかということで、今までの運用損益ということで、プラス438ペイペイボーナスということですね。プラス22.96%で結構えげつないですよね、普通に考えたら。なので、まあ、これが一桁変わってたりしたら、まだまだ、それはそれで結構面白くはなってるような感じですよね。で、結果的に、今現在、7月23日16時46分現在であれば、2346円ということですね。 ま、こんな感じにですね、増えるかどうかっていうのは確実ではないんですけども、僕の場合まだまだ特に使う予定なので、このまま放置をしてみようかなというふうに思ってます。ちなみにコース自体はですね、チャレンジコースのままで設定をしてます。で、先ほどもお伝えしたように利用する際は自己責任でお願いします。最後まとめでですね、今回お伝えした3つということで、まず1つ目はソフトバンク Y モバイルまとめて支払いということですね。これはもうソフトバンクユーザーもしくは Y モバイルユーザーじゃないと使えませんのでお気をつけください。次、Yahoo ショッピングは5のつく日、ポイントサイト経必須。 ということですね普通にギハウショッピング利用してもいいんですけども5の付く日の方がお得ですよということですねまあ、直近であれば7月の25日がおすすめですで最後3つ目は余ったボーナスは運用へということですねまあ、もちろんですね付与されたボーナスすぐに使ってもいいんですけどもまあ、ちょっとゲーム感覚で楽しむなら全然ボーナス運用してみるのも 一つの方法かなと思います。まあそんなこんなで今回はペーペー活用術3つということで簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ他にも多分色々方法はあるとは思うんですけども、とりあえずまあ今僕がお伝えする中でもちょっとおすすめするお得な方法についてお伝えをさせていただきました。まあぜひですね、 他にもこんな方法がありますよとかあればぜひコメント欄書いていただければ嬉しいです。で、先ほどお伝えしたポイントサイト、モッピーの登録がまだの方がいらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っておきますので気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今日ですね、ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、ちょっとこの3連休の間のちょっとしたお得なキャンペーンですね、これローソンなんですが、ウィークエンド特特ク,ク,クーポンということで、街カフェコーヒー S、一杯無料クーポンということですね。これはですね、ローソンアプリ入れられてる方であれば、誰でもゲットすることができますので、まあ、一応先着90万枚限定ということなんですが、まあ無料でコーヒーが一杯もらえますので、ぜひまだローソンアプリ入れられてない方はチェックしてみてください。一応ですね、まあこういった速報系に関しては僕のツイッターで で発信をしてますのでそちらもフォローしていただくと嬉しいですということでありがとうございました